皆さんどうもこんにちは、バケットバンケットビスビスさんです。今日は初めてのドラムレッスン解説動画をお送りしたいと思ってます。解説する曲はキングヌー白日。この動画はですね、ドラマーの方はもちろんドラムとかわからない方、だからキングヌー自体に興味ある方とか、これから始めようと思ってる方でもいいですので、そういう方にも伝わる形でこの白日っていう曲の魅力、キングヌーっていうバンドのヤバさを皆さんに伝える動画となっておりますので、ぜひ最後まで見てほしいと思います。この楽曲ドラム演奏において難易度を SAB3 段階に分けるとしたら、ドゥルルルルル、あえやってトリプル S です。はこれマジ冗談じゃなくてめちゃくちゃ真面目に解析した結果なんですけど、手数とテクニック自体は何か難しいパターンがあるよっていうかと言われたらそこまでではないんですけど、とにかくノリを出すのがめちゃくちゃ難しい。その秘密がたくさん隠されてるので、3つのポイントに分けてできるだけ分かりやすく皆さんに、もちろんドラム叩きながらその秘密を紐解いていくので、それじゃあ早速いこう。さあキングヌー白日、3つの超ヤバ S ランクポイントに分けて解説をしていきたいんでございますけれども、その前に前提となるポイント、ポイント0をね皆さんに説明します。ポイント0は羽、跳ねるビートっていうのが R&B、パンク、そしてヒップホップって言われるジャンルに多いリズムだったりします。もちろんこの白日も跳ねているリズムが基本になっているんですが、ただの跳ねじゃないヤバすぎるポイントっていうのが最後ポイント3に登場するので、こちらのポイント0をまずね皆さんに解説していきたいと思います。じゃあもう叩いてみるので印象の違いを感じてみてください。跳ねない、跳ねるリズムが、こんな感じ。今の違いっていうのを念頭に置きながらポイント3つ皆さんに解説していきたいと思います。曲の頭ですね、犯した罪を知るってところから、リズムが入っていきますね。ポイント1、あえてリズムを途切れさせる。命名 DJ 奏法キラーン。どういうこと？ドラム途切れたら困るでしょって思うかもしれないんだけど、休風で遊ぶのがめちゃくちゃセクシーなんですよ。どういうことかっていうと、普通に途切れず叩いてたらこうですよね。普通に途切れず叩いてたらこう、これはあえて途切れさせる。途切れて、あえて途切れさせる。 DJ がさ、リズムトラックが流れるターンテーブルを回してるのあえて止めて、また離して休符を突然作ることでハッとさせる。 DJ がこうレコードを止めるみたいにテンポは変わらずに小節はずれずにね、これをねライブでも生演奏でやるんですよ、石油様は。やばくない？超かっこいいよね。とはいえしょっちゅう対応したらちょっとドラムやめてよ、急に消えないでよ、うわーってなるやんってなっちゃうので、対応はもちろん良くないですよ。さあ行くぞ。曲の中で演奏するとこんな感じです。バキュン、かっけーっすね。さあそしてポイント2、白日サビの超絶ビート。いや超絶はちょっと言い過ぎかな。僕も白日叩いてみた動画は上げさせてもらってるんですけれども、その時はねこの奏法まだ僕発見できてなくて、ぶっちゃけごまかして叩いてます。ほんとごめんなさい、自分をぶん殴りたい。
こんなビートヒットチャートに登場したことあるのか今までっていう。何が普通じゃないのかっていうと、普通ねビートっていうのはこのハイハット右手で一定のリズムを刻むことが多いです。こうやってハイハットはずっと一定なわけですよ。右手と左手を織り交ぜながら変則的な刻み方で叩くっていう。じゃあハイハット普通に刻んで叩いた白日のサビと、原曲で石油さんがやっているやばいビート叩き分けますね。まず普通に叩いてる頃、まさに生まれ変わってこんな感じですよね。これを叩き替えます。ワン、ツー、スリー、フォー。違い分かりましたかね。これ手順とかをね一個ずつ説明してたらそれだけで一本の動画になっちゃうので、もしドラムをやられる方でこの叩き方知りたいよって方はちょっとゆっくりやるので参考にしてもらえたらいいなと思います。最初のスネを右手で叩いて左手でハイハットを補うっていうのがポイントになってます。言いますよ。ワン、ツー、スリー、フォー、スリー。こんな感じですね。さあ、行くぞ。曲に合わせてやるとこんな感じです。いかがでしょうか。そしてポイントその3、ポイント0が伏線になる羽のリズムと羽ないリズム。これね実は白日の曲の中で行き来してるんですよ。このテンポで言うと結構その差って刹那的な差なんですけど、跳ねると跳ねない、これをね実は2番から往復しまくってます。気づきました？僕ね気づいてなかった。マーキの。これもね、叩いてみた動画で僕やれてないんですよ。ずっと僕は跳ねてたんです。これね、おかしいから。マジで、ビートグルーブの魔術師。何が一番伝えたいかというと、音でおしゃれに遊んで、音楽が出尽くしたであろう時代において、そんな手法をこれだけのヒットソングでやってる人たちがいるんだってめちゃくちゃ感動したんですよ。この動画でそれが伝わったらいいなと思って、これをもう最上級の SSS ランクとしてみんなに伝えたかったです。それを実演したのがこちらです。面白いね、リズムとビートと音楽ってどうかな。さあそんな感じで、解説3つのポイントに分けて皆さんにお届けしました。いかがでしたでしょうか。伝わったかな。そしてキングヌーのドラマーである関裕さん、とにかく半端ないですよ。若手日本人ドラマー界の星、爆弾級の超新星、もう尊敬がやまない、やばすぎる。 BBB
チャンネル、バケットバンケットビスのチャンネル、なぜリズムってこんなにウキウキしてワクワクしてテンションが上がるんだろうっていうこととか、ドラムっていうのはかっこいいんだぜっていうことを動画で発信していきたい、伝えていきたい。今回の動画解説分かりやすかった、面白かったとか、思っていただけたら高評価とチャンネル登録お願いします。それではまたすぐに動画投稿します。いっぱい投稿するので、また会おう。じゃあね。